わあ、すごい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 。え？探してるね、魚を。何これ？これ見たことないな、これなんだこれ。チテッコとかかな。違うか。あ、これちょっと石英だな、これ。わからんな、なんだ。初めて見たかも、こんなの。これな。ちょっと目のっぽいよね、こういうの。だけど削ったり割ったりすると分かるやつかな、これ。あ、これ石だね。あれ？あ、石だね。何これ？ちょっと何これ？見つけた？早いね。早くない？見して、ちょっと。わあ、すごい。これいいね。わあ、綺麗。僕は先に見つけようと思っとったんやけどな。色がさ、あ んま、え？深い深いよね。これでもここら辺のこの川の特徴の色かな。もろ、でもこんな外側こんな感じなんだな。これ下手したら分かんないよね、断面がないと。わかんないと思う。これ綺麗やね。切ったら切れそもう加工ができるようになっていった方がいいのかな。これはだから目のが通ってるよ、筋として。筋だよこれは。う。色が薄い。でもやっぱ赤いよなって。赤くて黄色もね混ざってるんだよね。これ綺麗だね、よく見ると。本当だね。なんか白いのも。これは緑鉱石だと思う。緑鉱石入ってる石、層になってるね。ここが綺麗やね。だね。薄緑色じゃなくて、こんな色だよね、苔緑鉱石が入ると。結構濃いよ。もっと濃くなるとすごい深い緑になるもんね。わ、綺麗だねこれ。ね、でも砂岩だよね。砂岩かな。砂岩っぽい。あ、火山系の石じゃない？え、わかんない。これちょっと持って帰ろうよ。面白くない？そうに、なんかあんま見ないかな。赤いの見ないね。オレンジのたまに見るんだけどさ。しかもこの川ではあんまり見ないんだよね。そして。ああ、本当だね。なんかちょっとジャスパーに近いものを感じるかも。もしかしたら。ケース泥岩ではあるやろうけどね。これもね。綺麗だなぁ。うわ、土器じゃない？土管？いや、これは土器だね。これ土器だわ。だと思うよ、これは。土器が、土器だ。やった。だと思う、本当土に。器が最近見つけてなかった結わ。構これ面白いじゃん。土器だよね。土器だと思う。これ何これ？これは？これ、変わってない？なんか。あ、これほら、メノだ。黒いやつ。すげえ。ちょっと、なんだこれ？軽花木かな？いや、軽花木かも、これ。なんか層になってるようにも見えるね。それかしらあ、ちっちゃいのもよくあるね。軽花木だよ、これ。なんでわかるの？木の。質感。わあ、すごい。でもなんか、前あなあ、たこが見れつけ軽た花の木とだ。うわー、やっ似てと。る。ほら、やっと僕もなんか見つけたわ。いいな、軽花木。いいっしょ。もう絶対それ自信があるじゃん。違うかな。見して。あ、ジャスパーじゃない？やっぱりこやっれ。ぱり。ちょっとまろやかな。色がちょっと鈍いけど。でかいね、これも。ケース泥岩との交わりが見れそうだね、これ。洗ったらね、ここに玉髄みたいに
ちょっと仕上がってるっていうか、そうだね、ケースデーガンがだんだんね、そんなことあるのかな、わかんないけど。あ、変わってってる、玉 がそね。う、というか、やっぱり鉱物、入ってる鉱物というか、ミネラルの量なんだろうかな。これ、ジャスパーでいいと思うよ。ただ、部分的にはケースデーガンのとこもあるって感じやね。縄文人がどう縄文人が何かをしたの、これに。これは気になりすぎるわ、ちょっと。こんなのあるの？わかんない。え、縄文の本で調べてみよう。何これ？面白いね。本当、何それ。なんか不自然だよ。不自然だよね。不自然じゃない。むしろ層が出てる。層があって、ここが柔らかくて、ここだけ侵食してったっていう可能性もあると思うんだけど、でちょっとも洗ってみよう、これ。